皆さんこんにちは。今日の知っとくは、指名手配の似顔絵は警察官が描いているの知っとくです。警察によって公開される指名手配犯の似顔絵ですが、これを画家が描いていると思っている人も多いことと思います。しかし実際には普通の警察官が描いています。警察官の中でも絵心のある警察官や美術のたしなみがある警察官が描いています。近頃ではモンタージュ写真よりも似ているというふうに言われることもありますが、描き方にはコツがあるようです。 1. 似顔絵を描くときに先入観が入らないように犯人に対する知識を持たないこと。 2. 目撃者の話を大前提として輪郭を定めること。 3. 大まかな顔のパーツを描き、目撃者の証言によって特徴を描き加えたり微調整したりすること。こうして犯人逮捕の決め手になる似顔絵が出来上がるのです。指名手配の似顔絵と逮捕された犯人の顔があまり似ていないのは、目撃者などから聞き取り調査をしてそれをもとに想像で似顔絵を描いてるわけですから、あまり似ないのは当然ですね。似顔絵の基本は協調ですから。最後までご視聴ありがとうございます。他にも多数知っとく動画ございますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。評価コメントもお待ちしております。